皆さん、こんにちは。インスパイアのこたです。今日もユースリームを使いまして、ネットベースに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日は2021年2月の27日ということで、土曜日ですね、週末になりましたので、まあ、恒例のまとめ記事ということで、今日はですね、2021年2月に 発表されました、まあ、人工知能 AI に関するニュースなどを解説していく日になるんですけど、まあ、いつものようにですね、えー、恒例のポッドキャストとの連動企画になりますのでちょっとポッドキャストの準備しますのでちょっとお付き合いいただきたいなと思うんですけど、えー、そしてですね、えー、この内容は YouTube メンバーシップの方のみにですね、えー、動画で公開となってきますので、えー、もしですね見たいって方は月額190円から 見ることできますので、この動画の下のですね、概要欄の方からですね、クリックして申し込んでいただければと思います。まあ今日はちょっと月末に近づいているので、まあ月変わってからね、申し込んだ方がいいかもしれませんが、 一応お知らせしておきます、えー。ただしですね、さっきお話ししましたように、ポッドキャストで配信をしますから、えー、映像がなくて、音声だけあれば、えー、ポッドキャストの方では聞くことできますので、えー、ポッドキャストの方もブログの方にですね、リンク貼っときますので、そちらから見ていただければ、一応映像なしでも使えるコンテンツが今日の内容になっているので、あのー、音声だけで聞いていただいても大丈夫じゃないかなと思いますので、えー、その方は無料で聞くことできますので、えー、ポッドキャストの方で聞いていただければと思います。ではですね、早速です。 が、えっ、ー、と準備していきたいと思いますので、ちょっとお付き合いいただければと思います。